ヤードオートカの芝居だ。虫眼鏡だ。いてえ、どうしたんですか。哲也に今から金山まで行きてえから620円よこせって言われてボコボコにされちゃって、うわまたいつもみたいに芝居も前やられてたような。寮にあいつ神前図まで行きたいって。金山から神前図まで行きたいって近こうやって蹴られてあのバカ長い足で、ね、バカ長い足で僕たちチーム貧弱は背の高い人たちに虐げられて痛い目に遭ってるんですよ。はい、という世界線がねあるかもしれませんね。いや我々ね弱いじゃないですか。チーム貧弱ですよ。そうですね、よく組んだ時はチーム貧弱と言わせてもらってますね、うん、ただねいつもそれでなんか君たちはチビだから弱いからみたいな前提があるんですけれども、うん、たまにはちょっと見返したいなと思いましてですね、うん、ちょっと他のメンバーに隠れてこっそりスキルをね身につけておいて、はい、いや僕たちチビですけどあれやりますからっていう感じでやっつけちゃいたいなと、うん、まあ2時間後にね他のメンバーがですねおそらくめちゃくちゃヤンキーできます。で多分僕たちはいつもみたいにオラってやられちゃいますね。この2時間であのヤンキーをやっつける技を学びたいと思ってですね、はい、僕が前々から気になっていた合気道をですね先生に教えていただきたいと思ったわけでございますよ。合気道だったらチビでも勝てるねな気がするよな。な気がする。本当にあの全然僕たち格闘技詳しくないんでな気がするという興味ですごい先生を呼びしてしまったわけでございますけれども。すごい詳しいですよ。あ、そうなんですか。バキバキにもね、渋川先生っていうことで出てね、いますからね。はい、渋川先生すごいですからね、もうお相撲さんをキュッてやって、ピュッてやったら、コッて投げれちゃいますから。もう今日たったの2時間でそのレベルまで達したらもう怖いもんないですよね。まあ実際2時間って言ったらそれは短いですよ。2時間っていうのがね。そんな練習したとも言えないレベルではありますけれども、ヤンキーに絡まれた時に何かできるのかっていうのは気になるね。気になりますんで、例のことで先生にこうね、あのわざわざね、もう岡崎の僻地までね、もう呼びつけてしまいました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。合気道をしています塩玉聖郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。塩玉聖郎先生ちょっと失礼ながら、はい、そんなにね身長高くないですございますよ。そうですね、はい、ちょっと信頼できるな。生徒さんはやっぱり海外の方も多くて、はい、やっぱ2メートル近くの方がすごい多いのでうちのメンバーの亮さんもね身長214センチありますので。そうですね、210じゃなかったちょっと思ってね。ちなみに合気道とは、はい、そもそも何ですか。まあ、いろいろな武道をこう戦うとか相手をやっつけるっていう目的があるんですけども、はい、合気道の目的はそもそも相手と和すということで、はいはい、痛めつけたり、まあ、やっつけたりすることが目的ではないんですよ、うんうんうん、まあ、祖父の言葉を借りるのであれば殺しに来た相手と友達になるっていうことが、まあ、極意ではありますね。祖父とね、あの今さらっと聞いてしまいましたけど塩田剛造先生ですよね。そうですね、私たちは今シンプルに緊張しているわけでございますけれども、はい、実際2時間でも、まあ、何かしらできるレベルには なったりするんですかね。そうですね、相手がまだ合気道を知らない方々ですよね。なのでどういう反応してくるかわからないんですよ、体の構造であったり、体の使い方であったりを、まあ、学ばないと、まあ、非常に難しいところが正直あります、はい、まあ、なんでしょうね、その合気道の触り、まあ、こうしたら相手が崩れるっていう部分だけは教えられると思うので、そこを、まあ、全力で教えていきたいなと思ってます。じゃあちょっとすごく短い時間で終わりますが、ミシマシよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いやまず最初はね、何から教えてもらおうかな、ね、いわゆるね、いやでもな、なんだろうね、合気道ってわっ、やられてしまえが、あっしまえ、ここ曲げられただけで、力がもうこっちに行っちゃう。人間の手首ってさ、結構ね、可動域が本当ね、やばくない？普通にああいう風にするのが自分が一番楽だからあの体勢になってるというか。今やったのは小手返しっていう技なんですけども、最初、はい、まあ、どういう持ち方にしろ崩し方っていうのはそんな数は多くないので、うん、じゃあ二箇条っていう技を教えます。二箇条。二箇条っていうのは形をですねこういう風にくの字にしますね。今日もかけます。はい、ああ！嘘つくなんて。すごいぞ。何が起きた今？ズンってこう肩持ってきた場合で2人ともちょっとこういう持ち方になったから小手返しって技をかけたんですけども、いろんな持ち方が考えられるので、まあ、そのうちの1つで2箇条、まあ、今さっきと同じ形になってるんですよ。僕さっきは両手で持ちましたけども、今胸にこうついてるところですね。で自分の軸をこうつければこう崩れる。
ジーン。あげろや。そうです。これが普通の反応なんですよ。人間ってこう決めようと思うと自分の姿勢が崩れてしまうんですよ。そこが一番良くなくて、やっぱ自分の姿勢はこう保ってなきゃいけない。なので今の場合で言うと、こうしっかり持っていただいて、当たってる。お、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 お。で、ここは外れないでしょ。はい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 。ここの過程が重要なんだ。お、あー、すごい。この形にして、ちょっと、ここにちょっと肘に抜けちゃって引かない、相手崩れないで相手の体の中心軸にこう。つけてるのを離さないんですよ。で、同じように。こういう感じ。これでパンチヤンキーを倒せるな。パンチングヤンキー。パンチングされる。だからこうやって来るやつ一人。あ、そう、あ、いいですね。そう、そうですね。今はこう殴られたり、こう掴まれた場合、でも分かんないですもんね。うん、こっちもやってみましょう。後ろから持たれた場合とか。お姉ちゃん、焼肉行こうよ。え、おお。ゲオ行こうよ。いや、待って、やばい。こっちは、ね、そっち持たれる場合もあるわけですよね。想像しなきゃいけないですね。今こっちの手の場合でも同じように逆の方にこういってる。ああ、ね、今こうやってこうなった場合はこれ手首ってこう曲がるんですよ、うん、ね、こうやったら痛いので、まあ、そういうことで痛めつけるっていう格闘技もあったりするんですけど、合気道はしなくて基本曲がる方向、そうすると肩までくるからこうやってこう、これ小手返しっていう技、曲がる方向にやられてるんですか。そうですね、固定返しも結構汎用性高いです。汎用性高いですね。捕まって殴られ捕まれて。そうだね。そうだね。それもう一回しっかり教えてもらいたい。固定返しまず形を覚えましょうか、はい。こうやって相手の親指のふくらはぎを持つようにして、まあ、優しく握ってこのように円を作ってあげるんですね。ね、そこの円の間に入れてあげると、お、最後までうつ伏せにするとこまで行く。円の真ん中に指先を入れてあげる。はい、本当にあの楽しさをゲージに戻すくらいの違いしか分かってない。でもどうやってその形に持っていくかが本当に、ね、難しいよ。そうですね、うん、こういう風に作ってくれないもんね。作ってくれますよね。すごいよ。今のチャンス。結構こう掴んで上げてくるんですよ。だから今の形にこう自分からこうなって、うわぁ、おぉ、びっくりした。まだこれだけじゃいけないと思うので、はい、何箇条もちょっと教えていいですか。はい、手を上げていただいてちょっとこう返す。で、自分の方に持ってきてこの小指側を脇口の方にやると痛いんですけども、こういう反応になりますよね。この小指の部分をちょっとだけかけますよ。お、脇口の方向なので、まあ、こういう感じ。うわ、すごい。でちなみに小指だけかかってればもう十分。おお、回ってるね。これはどういうパターンでもいけそうな気がしますね。まあ、大抵こうですよね。そしたらこう持ってあげる。で、くぐって、この首だ。これはできそうな気がします。これ、これかっこいい。ちょっと必殺技感あるね。持ってあげると。なるほど。なに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 、量とかくぐりやすそうだもんね、セットが。そう、これだけでもちょっと練習してほしいですね。もう少し、そうですね、ちょっとこれ以上覚えてもなんか頭いっぱいになっちゃいそうだから、この3つをパッとね、あれだってできるようにしたいですね、うん、ちょっとあと1時間くらいでね、ヤンキーが到着しそうな予感がしますから。時間守るんだね、ヤンキー。じゃあちょっとしばし練習します。はい、バラリラバラリラ。今すごいですよ、2箇条かけようとしたけども、あのこれできないなと思って3箇条に移したんですよ。おお、そうなんだ。今これじゃいつものね、得意な2箇条決まんないからこう返して別の技やったからです。やめてください、やめてください。すごいですね、小手返し右左両方とも。あ、そうですか。
形にしたいけども二箇条やりたいけどもできないしってあったじゃないか、うん、ちょっと一回外す方法もしましょうか、はい、外したのは普通の手だとこう考えて、こっち4本指で持たれていてこっち1本指で持ってるんですよ。なのでここって簡単に外れるんですね、はいはいはい、肘と肘をぶつけるようにしてやるとこう持てなくなってくる。おおおお、だからここでまたこう、あっあ、そうぶつける、おお。で、このまま、あ、いい、下の方だな下の方持たれたな、どうしよう下だな、上の方持ってよですよ、手を取って2箇所置いてしまいます。いい感じですね。先生だったな、今すごい体勢もすごいよ、やっぱりヤンキーがよ、遅刻しやがってよ。正常だね、ちゃんとヤンキーしてるね確かに来やがった、来た弱そうだって言うとイライラするんだよね、僕ね。あれあれだね、あー、ムカつくな全員殴れるやついねえかな、いないかな、弱そうなやつ。またいつもみたいに人を殴ってやがるぜ、あいつら。ねえ、見てよ、ジャイアン、あそこにめちゃくちゃ弱そうな2人がいるよ。ああ、伸びただ、あれ伸びた、あ、伸びた、伸びただ、あれやーい、伸びたオッケー、僕がボコボコにしちゃうからね。オッケー、ボコボコにしてこい。このチビのび太、僕が今からボコボコにしちゃうから覚悟しとけよ。逃げてんじゃねえぞ、ビビってんのか、このスネ夫様にビビってんのか、おい。ビビってんのじゃないよ、ボコボコにしてやろう。うわああ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 あ、うわあ、もう横にめっちゃもね、横にめっちゃもね、なあ、やらすぎる、こんな時、うわあ、ななこし、ななこし、やったこけしてやって、何こいつ、このチビ、このチビ、おい、このチビが、ああ、もうなんかこいつやる、お、はい、お。おい、ね、や、よくやった、スネ夫、起こしちゃったか、起こしちゃったな、全然想定の動きと違う、おかしいって俺は。あとなんか手がやっぱ長くてなんか折りたたんじゃう感じがあったわ。あー、決め方が違うんだ、難しかった、全然何もできなかった。いや、ちょっとしばらくそれ気をつけてやった方がいいよ、また来るかもしれないから、ヤンキーが。おい、あの金髪も生きてるぞ。あ、俺がボコボコにしてきてやるわ。あ、ムカつくね、あいつ。あいつムカつくからな、普通に怖い、あいつやっちゃいちゃいやん。お前、お前なんだよ、さっきヤンキーって聞いたって。大丈夫さ、いいからな、半グレ半グレじゃないですか。おい、半グレ何点じゃねえよ、お前。おい、一点喧嘩みたいなことやろ。違う、前に前に前に進んで、もう負けてるけどね、これ。頑張れ、ニコニコだけ。硬すぎる。やばい、でも僕たちには最後の通りの先生がいる。先生、先生、お願いします。あれ、なんかちょっと3人いるぞ、あいつら。1人呼んだか。おい、なんだよ、いきなり助っ人なんてつるいぞ。大して身長高くねえから俺が行けばボコボコにできるわ。そうだ、一番高いからもうね、余裕でボコボコだね。オッケー、ボコボコにしてくるわ、あいつ。やっちゃえ、やっちゃえ。大丈夫かな、格好もしっかりしてんな、きちんとしてるぞ、なんか堂々としてる感じがあるな。あ、いいぞ、つかんだ、つかんだ、つかんだ、いいぞ。おお、あれ、あのタイだ、なんだ、
どうしても早くやっちゃってよ。投げ飛ばしてやるよ、もう。待ってろ、今ポコポコにしてやっから。というわけで、我々、実は2時間、こっそり合気道を練習してました。ファイターこの野郎。あの動きをしてくれたら想定できなかったね。これは習ってなかったね。一番理想は何だった？いやいや、首を掴んでくれるだったね。あ、やっぱそうなんだ。でも芝居の俺掴んだよ、うん、ずっとやられたの、ここをずっとグリーってやられてて、俺ずっと反対側にこういうのをこのままでね。何にも聞かなかったパワーで。いやでも本当に貴重な経験をさせていただきましたよ、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後コメントませんでした、はい、ああそうですね、ちょっと選びますよね、技もね。本当に試合だったら死ぬに合うで書いて、試合だったらもうすぐ決まってたもん。試し合いやったのはリハーサルだから、ね、そう我々が受け身取れないから、うん、そうね、優しくしてくれてね。というわけで、2時間合気道を練習するとちょっと自信がつくけど、まだまだ力不足という、とても普通のことが起こりました。いやでもちょっと練習したくなったね。普通に楽しかった。楽しいじゃん。こっからやってく分にはいいけどね、うん、この2時間でなんか自信つけちゃうとき一番危ない。確かに、陽君のような背の高い人にね、勝てる未来があるということで、ぜひやってみてはいかがでしょうか、はい、さようなら。さようなら。さようなら。